お、あ、なるほど。思ってた。なんな、はい、脱いでよ。ハッピーバースデーでーす。あったな、こんなシャツ。これ去年かなんか作ったよな。去年のやつな。あ、嬉しい、着てきてくれたんや。それ白いよ、いい感じでしょ。うん、1年ぶりに来たよこれ。俺それどっか行ったな。あ、どこ行った、あれ。出してくれたやんな、あれ。どこ行った、あれ。そうよ、探してちょっと。絶対あるから、これ。今日も当たったら、こうやって、こうやって。アピール、アピール。アピール。やったーやったーって、こうやってやるから。嬉しいな。前回、前々回も負けてるんで。じゃあ、今日も負けるか。いや、まあ、今日だから、その誕生日っていうので、そう、パワーあるじゃん。ばっこり勝てたら、まあいいかなと思います。負けるわけないじゃん、誕生日に。ちょっと気合い入れて頑張っていきたいんですけど、軍資、うん、あ、じゃあ、いらんってこと？いりません。いらんの？はい。俺、軍資いらんの、今日。はい。うっせやん。めっちゃ持ってきてるやん。12万持ってきてる。12万どんだけ俺への愛がある。もう今日は出させないよ、しまいな。いやいやいや、一応持ってきたけど俺5万。いや、これ使わせんってことね。ちょっと使わないでほしい。使わないでほしい、マジで。まあ勝つんだからどっち一緒なんだけど、結局はね。12万嬉しい。ハッピーバースデーから。ハッピーバースデー嬉しい。言わせやから今日は。あ、どうせやったら俺31やから31万持ってきてくれたらよかったのにな。そんななかった。一緒に考えたのよ。31万持ってこいから。多分笑うかなと思って。めっちゃおもろいけどな。そう。そんななかった。なかった。口座になかった。なかった、口座に。はい。抽選いきましょう。ジャスティンショート！ナギノ！クズノ！オーガイス！ハッピーバースデー俺。はい、時刻は23時10分。あ、こんばんは。はい、お疲れ。先ほどまでちょっとジャスティンさんと一緒にボートレースの配信をやっておりまして。そうだね。はい、最終レースにジャスティンさんぶち当てまして。ぶち当てた。あー、素晴らしい。まあ、明日がですね、栃木県ビッグマーチ西川畑店さんで、クズの恩返しの収録ってことなんで、うん、まあ、本来であれば、前日にね、2人で入って下見してっていう形なんですけど、うん、まあ、今回ちょっとボートの配信があったので下見できずと、うん、の朝集合して電車で店に向かうと。で、明日めちゃくちゃ朝早いです。何時？6時半です。6時半の新幹線。はいえで、ギリギリか。でもで、ギリギリです。向こう着いて、はい、栃木県9時オープンなんで。そうか、それでか。はい、ちょっと僕先日誕生日迎えまして。お、31歳初実践なんで、初クズの恩返しなんで。メモリアルじゃん、メモリアル。なんかないの、この抱負というかさ。ああ、あるあるある。ある、やっぱしっかり呼吸する。うわ、30歳ちょっと呼吸できてなかった、あんまり。息が詰まることが多かったから。じゃあこれ、ほっ。いや、なんか気になってたんよ、そこになんかタバコあんなと思ってたんだよ。え、マジ？あげるよ。カートン？よし、2個。カートンね。は？やばいて。20箱？これ最高。いいの、マジで。そうよ、プレゼントよ。でも俺しっかり呼吸したいって言ってたのに、なんか呼吸が困難になりそうなタバコ。やに呼吸。やに呼吸ね。マジやばい。眠たい。やばい。寝れるので寝てください。オッケー。あらー。おー。怖。テンション。まあちょっと前回、前々回と、まあ3連戦で、3連休で3連戦やった後の実戦なんで。はい。9万入れましたからね。9万入れたんけ。はい。やば。ベンデッタに9万入れだった。ブチ切れた回からの今回なんで。はいはいはい。誕生日パワーあるよ。あるかな。うん。とか言ったらもうだって本歴4年目終わるよ。番組も5年目になるか。そう。やば。5年よ5年。もう幕引きでいいんじゃないの。5年はやりすぎだよ。やっぱ悠々白書とかもすっと終わるやん。終わったやん。まあね。うん。中田秀俊もすぐ引退したわけよ。やから伝説なんてね、ボーイとかもね。うん、やめや。まだまだいきます。引き伸ばしてヒットしたのもあるやん。まあまあまあ、ドラゴンボールとかさ、ね、まだやってくださいって言われて。そうそうそう。じゃあ今日のビッグマッチ西川と俺マジンブーと思ったけど、うん、全然まだまだってこと。全然セルでもないってこと。牛魔王ぐらい。牛魔王ぐらい、うん、
ヤミちゃん出てきたねぐらいよ。クソ長いやん、まだまだ続くやん。そうよ。やめろ、見せとって感じ。恥ずい、恥ずかしい。恥ずいって言うなよ。自分で来て、来ていきたいってさ、何恥ずいって。やめろよ。大前いたら文句。新幹線でもそれ出しとってほしかったけどな。いや、さすがに恥ずいよ。アプリバルじゃないか、気にする。何こいつらみたいになるよ。わー、これどっちか悩むね。やってみようか。あ、そうやね。これでいきましょう。せーの、ドン。はい、ドン。うっ、お願い、頑張った、ラブだ。あ、ちょっと、ガチケツやろ、これ。やっけよ。やばいやん、これ何が打てるの。一旦入ってみよう。激苗だわ。俺も北斗は無理やから。変えてよ。やだよ、プレゼントして。やだよ、何も打てんよ。ベンデッタ、ベンデッタ、せやろ。どうでしょう、北斗は取れると思います。取れるんですね。ラス1じゃない。よかった、取れましたね。マジのラス1だわ。何が空いてるんですか、何が空いてるんですか。265番です。あのパチンコ結構いってんな、みんな時々は打てる。北斗は無理でしょうか。カラクリ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 無理だ、無理です。あ、ゼニガタ行くか、もういっそのことベンデッタよりは。あ、ゼニガタ埋まってるやん、マジ。北斗取れた、取れた。マジ？ラス1。すごいね。ラス1だった。マジラス1だった。これ何座れたと思う？びっくりするよ。いや、マジジャグラーやめて。いや、ジャグラーきつい誕生日で。ベンデッタ。しかなかった。やっぱり、うん、あいつは待ってくれた。あいつは待っててくれたなかった。いや、これも運命やと思うよ。ね、これ運命やと思う、マジじゃなく。ちょっと歌って言ったよ、前回。言ってないんやけど。いや、ちょっとかましたろ、今日。行ける？今日行くしかない。まだ空いてるよ、ベンデッタ周り。あー、ダメやったら、ダメやったら最悪ね。おはようございます。どうも、嘘つきです。もうお前は二度と打たんと誓ったんですけど、また来てしまいました。はい、嘘つきです。打たないって言ったら次の回に打ってるのどうかと思うけどね。本当に自分でもどうかと思うよ。あ、頭おかしいと思う。まあでもさ、やっぱ宝くじも買わないと当たんないし、ベンデッタも打たないと上位には入んねえんだよ。だ、今日みたいな状況じゃないと座ってなかったと思うんで、これはある意味チャンスかもしれません。さあ行きましょうか、長金さんのバースデー会です。僕はラスト1台の北斗取れました。ギリギリでしたね。行きましょう、1枚目。でもやっぱね、北斗取れて正解な気がする。前回も強かったし、もう両番の人らもみんな北斗やったんで、まあそういうことでしょう。よっ、うん、奥と埋まっちゃったし、どうだろうな。正直もう移動は厳しそうなんで、これで決め切りたいですね。せっかくの誕生日やし。わお、早っ、すげえ。隣フリーズ来ました。わー、44ゲームですって、素晴らしい。え、なんでレアークゼロなんですけどね。俺が挑戦しよう。リーチ目、リーチ目じゃないこれ。そうだよね、やば。今日の初当たりがリーチ目です。すごくない、あの初めてのレア子役がリーチ目役です。投資2000円。あー、ちょっとやりすぎたね。でもね、47枚余ってるんですよ。実質1000円。イエス。いや、変な引きやな。うわ、マジ。嘘。リーチ目役で北斗揃い
来るんだ、初めて来た。なんじゃ今日の日。はい、朝一一発目、北斗揃いからスタート。ふん、あー、やっぱ今日中銀さん誕生日やから緑なんですよ。どうしようかな、山内に行かなくていいか。うわはは、なんかすげーいいな今日。そう、いきなりいいや、もうこれ伸ばしきれるよ。伸ばしきってもうコンプリートしよう。最高のハッピーバースデーやん。ふん、いやもう本当にね、もうダメよ、単発はダメよ。もう違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 う、あーそう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 、はい大丈夫。いやいやいや全然効かん。いや全然大丈夫です全然大丈夫。95% ぐらいあるよね。ユリア、あービビった俺もう嫌な感じだ正直緑オーラやったし、あー終わんだろうなと思っちゃった今。危ねー、いや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 、嘘。いやーもう奥と揃いだよ。ちょっとダメだって、セーフ。よーしよーし、アップレー、よし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 、うそー、視聴生マジなんか変だな今日、なんか怒りそうな気するね。大丈夫だよ先生。あーやっと8回目よ、トキすっうわ100レスキュー打った、マジかい、ちょっと待って、100レスキュー打った、100レスキュー打ったよ。あー当たって、絶対当たって、はい、よしよし、あー消えない、いや大丈夫大丈夫、マジか100レスキュー打つと思わんや、ちょっと待って、80% 頼むぞ、取ってるよ、よしよっしゃよし決めちゃいましょうか、ちょっと、あー行こう、あー1ゲームないもうすぐすぐ、あー違う、よっぐーほーほーほーやめて、頼む、ねじ込め、うわーもうほんとやだ、いや中断、絶対中断、よっしゃー、稼働はダメだよ。25%、うわーやめてー、お願いします誕生日だ中銀さん、頼むって、ケンシロウさん、だいぶここで決める、あるねあるね、あはは、くっそ
マジでもう決めてよ俺。ダメだって外したら。ほい。あーパンチじゃないよ。トキ。あ。甘かったさすがに。いやでも続きますね。これは続くよ。負ける気がせんもんね。さすが中金さんの誕生日からよ。13連か。いやー順調。北斗揃いだけで23連が最高なんよ。ワンチャンあるね。うそ。いや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 、パンチよ。さすがに大丈夫。1651枚。うーわ、ジャギか。まあまあ十分か。1600枚入れたらパンチで終わるんだって思っちゃったけど、いいんだけど。16連もしてくれたから、なんかちょっとモヤモヤするね。え、おい、え、何置き。100ゲームで1目引いて北斗揃い、え、緑オーラ、え、16連。いや1500万。2000円使っちゃった。やば、俺もうぶち切れそうなんやけど。出た、やばい、やばいよ。あいつマジで。おはてん、うぅ、77枚。いや誕生日ぐらい優しくしてくれよな。ダチョウマシンが80発。いやそれ、とりあえずあれはもう多分やめると思う。やっぱやるだよ本当に。おはてんですか。やっぱ31歳も中金さん。中金さんは中金さんっすね。北斗、開きました。まあ初当たり確率が400分の1ぐらいの台、まだまだ全然あるかなと、思いますんで座りました。もうベンデッタ打ちません。ひどい仕打ちを受けたよ朝から。天井70枚ってふざけやがってよ。ベンデッタのこと一回忘れよ。25% 刺したかな。おい、34,000。365ゲーム。おい、いいよ、よし、楽しいお時間。やっと今日まともな当たりができるよ。何時や、もう11時やんけ。2時間経っとるわ。今日100枚出てないからだ、まだ頼むぜ。くー、ナイス、めちゃめちゃ嬉しい。さあどんどん行こう。3万4000入れてるからね、言うて。おーしゃー、いいよ、おーしゃー。どうした、マジ。おー当たった、素晴らしいね。して500枚出すのがどんだけ大変か、他の機種で。ありがたいよ、何もしてない俺、レバー叩いてるだけだよ。北斗はね、継続率勝手に頑張ってくれるんだから。レア役なんて何も引いてないんだから。はい、どうした。いや上出来、591枚。お、いいよ、やっぱり北斗や。ベンデッタじゃなかった、北斗や。俺頑張れる、北斗なら。楽しい。どんな感じですか。ん、どんな感じですか。だから1600枚ですよ、皆さん。あー、でしたね。全飲まれる。やば、よし、2枚目。全飲まれ、全飲まれ、マジか。天井、うわ、天井いったんや。きつ、投資が22,000。そっか、そんぐらいかかるか。おとどろ、はい、よし。やった。北斗だー、どっとこです。あ、なお、なおでやめてんだ。あ、めっちゃ気持ちいいとこでやめてるやん。でも2万2000円で北斗揃い買ったと思えばね。そう、安いよね。安い、安い、まあ、1000枚ぐらい出るやん、頑張れ。そう、私北斗移動して、うん、ほぼ当たってね。ほう、
座ってほとんど4回ぐらい取ったのよ、うん、で、マックス1000枚ぐらい持ってたのよ。おお、継続がうまくて、うん、全の窓今500ゲームぐらい戻ってから追加投資のとこ、もう行くしかないもんね。まあ、もう500ゲーム誕生日迎えてさ、1歳年取ったらさ、今年こそはみたいなさ、うん、ちょっと変わるかも、うん、全部いろんな悪くなっとる、うん、俺このまま死に行くんやろうな、多分。で、最後生きていいんだって終わり、うん、飯食わさあ行きましょうか、1300ゲーム天井22000円、北斗、ああ、出る前に、よし、さあマグロ、レインボー、はい、うわあ、青か、まあ、関係ない、無双転生入れたらね一緒やから、そこまで行きましょう。最低でも1000枚だな、入れた分は取り返さな、大丈夫、最低でも84あるやからね、ほし、最悪やって、あっあっあっ、このままクソやめてくれ、俺やだ、もうダメだ、もうやめて、もう無理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 、あーもうダメだって、北斗短髪は、最悪や、マジで大丈夫、うーわほんときつい、やった単発マジか、やばいな、なんか探してくるわ、天井単発か、ジャスティン、まずい、そうだ、お前め勘弁してくれや、800ゲームに一円なし、やばすぎ、多分おかしい、ここまで来たらもう天井行かないかんな、爆負けクソメガネや、クソメガネは俺のことだよ、1132ゲームでお前中11回でどういうことだよクソメガネ、だからお前ダメなんだよクソメガネ、31もダメだ、解散解散終わり、コメント欄が湧き立ちそうなことを先に言うってありやな、言いそうなことを潰していくっていう、おクソメガネ、クソザコメガネ、よしこれも潰した、ギギギもクソメガネ、これも潰した、よし1ゲームごとに潰していこうから、こっから100ゲーム、センス出しクソメガネ、ボケカスメガネ、死ね悲しなってくるわ、心がすさむわ、俺もさすがに中金さん好きです、よしこういうポジティブなコメントを予想しよう、一番面白い、よしたまに引きすごい、よしもうない、褒めるコメントがない、自分でも否定的なコメントしか出てこない、どうなってんだよ、1295ゲームで当たりましたね、5万4000円投資、いきましょう、頼むぜ、もうレインボー、あお、あんでだよ、おい、お前4000エルトロ取って、このままじゃ本当にクソザコメガネになってしまう、クソメガネになってしまう、このままだと本当に絶対継続、絶対継続、絶対だだ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 だ
最悪やなあ。なんもうもう行け、腹立つマジも。北斗天井2連赤らなアオーラ2連ギャーふざけやがって。今いくら使ってる？俺33,000円。54,000。あ、9万ぐらいか。はい、2人で1000はめたと思う。9万使って、あ、朝一から打ってね。そう、あー、なるほど。俺打ったことないからよく分かってないんだけど、まあ翔さんの隣やったらいいかなと思って。一番出るからね。あ、そうなんや。一番出る。もうどうしたらいいか分からんし、あのスロットも一瞬見たんだけど打てる台がないです。ね、俺も見てたんだけど、はい、なかったわ。はい、もう球でさっとまくってさ。いや、それが一番いい。うん、勝って終わろうよ。今んとこ最悪の誕生日や。朝5時に起きてお前5万入れて、なんで俺へせを打ってんだよ。いや、まさか信じられるよね。これまくると思わんかったね。あ、そう、びっくりだ。あ、そう、もう未来が見えてんの？見えるよ。あ、なに？ブルッタ。あ、保留さん。もう恥ずかしい。わからんって、全部ベンデッタのせい。ベンデッタマジやばい。マジ許さない。一番やばいね。今シーズンあいつにやられたもんね、本当の。どうよ、バイオクソメガネ。メガネかけてねえよ。ラキさん、SO 見てないの？見たことあるわけがないよね。どんな内容やと思う？ソードアートオンラインやろ。そう、オンラインゲームの話です。おお。剣とあの絵をなんか駆使して、あの剣で能力と。違います。オンラインゲームで死ぬと、うん、マジで死ぬよ。え、やばいやっていう話。やばいや。え、マリオで落ちたら死亡みたいなこと？そうそうそう。いや、バカかっていう話よ。じゃあこれで負けたら俺たちも死ぬんじゃないの？そういうこと。今マジでリンクしてるかもしれない俺も。もうおい、これ命かかった戦いやから。おい、31歳になったばっかりなんやけど俺死ぬんか？これゲームじゃないから。おい、マジか。止まらんな投資。やばいって。もう一生金入れとるわ。もうえぐいて。どういうことなんやこれ。投資が止まりません。こんな当たらんか、パチンコ。当たらんのよ。なんかね、翔さんが持ってきた12万がなくなるかもしれない。ワンチャンあるな。やばい、いて。一応ハッピーバースデー資金。最悪だよ。俺が生まれ落ちたばっかりに。たった10万やん。はあ、ワンパンワンパン。はあ、もう当たっていいよ。何がソードアートオンラインだよ。ソードアートオフラインだわ。なやそれ。荒ぶってるなちょっと。なんだよおい。でも分かる、気持ち分かる。もういいと思うなあ。うん、どっちかは当たっていいよ。そうだよ、お願い、本当に。ねえ、聞いてあげてよ。31歳なんですよこの人。もうそうなんですよ。聞いてあげてもいいんじゃない、1個ぐらい。31歳の誕生日プレゼントくれませんかね。そう、赤いね。赤い、はい。で、え、どこまで行くの？何？何何？なんか強そうだよ。おうおうおう、ちょうちゃん、ちょうちゃん、これは強いよ。フロントラインゾーン最前線まで行ったよ。これは強いって。来た、やっと来た。これは来た、ちょうさん来た。これはいるやつ。もっともっともっとちょうだい。おめでとう。いや、おめでとうとか言っちゃいかん。バーチカルかダブルサークルか。これこれ、それそれ、これ滅びのバーストストリーム来たー。これ 95% ぐらいある。ほんと？うん、これ喜んでいい？喜んでいい。ほんと？やったな、ゲイさん。マジ？ナイスよ。もうナイスファイ。怖かった。970回転よっしゃー。7万9000円かな。いい、全然全然いい。で、下にパーセンテージ出るんだけど、ガチパーセンテージらしくて、なんか俺ができることはないんか。手伝いたいんやけど。手伝いたい。応援、頑張れ頑張れ。キリト25%、よし、上げてこい、行こう。頑張れキリト。キリトだよな。そう、キリト頑張れ。
張れ、キリト頑張れ、頑張れ、頑張れ、キリト頑張れ、頑張れ、キリト大丈夫これあ、50、50、50、いいよ、いいよ50はいいやろで、ジャッジいや、もう絶対行かないよ、これ50%ならいけるいけるよな頼むマジでここしかないダメ？ダメってこと？そやろ！時短あるから。え、もうここからの復活とかはないわけ？ないね。ざけんなよ、クソ！二度と落ちません。お疲れでした。時短100回あるから。あ？お前、1000余ったら100回取れるわけねえだろ。これ時短よこすぐらいやったら突然にざけてほしかったな。取れる気しませんわ、この時短。ちょっと、ありそうだな確かにありそうやなはいやいや、こんなんすぐ終わらんやろうそやんほらた騙されたわパチンコに俺ないって言ったよねああ腹立つこれこれダメだもうダメ腹立つこれもうちょっと見ればよかった腹立つ腹立つ見らんで見らんでなもうダメだダメリーチでございろうわー二通り外すんだこれ外せるやろキッチーいや知ってる知ってるそりゃそうよそりゃそうよこのレバーだいぶ太いけど今折れそうやったなそうかほらほらほらかー最速で終わったひでーこれふたけ回して初当たり1回カス出玉で終わりデッドアライブデッド終了おでしたはじまったあなんだよよっしゃ誰が見んだよこの動画なんだよなんだよこれ何かハッピーバースデー大金かって俺のせいやん俺がこの世に生まれ落ちたからね一番負けたね一番負けた今日ね今まではいということで、はい投資が9万3000円回収160枚お疲れ様でしたどうでしたかあのあとあのあとあのあとはいお金がなくなってしまいはいなんとか打てんかとはいパスも入れようとしたんですけどパスもじゃあパチンコ打てなくてはいもう強制終了ロテルパイじゃないって投資が8万円回収が90枚2人合わせて17万負けかな全部なかったすっからかんだねだからあれだよねSO だねいやもうそりゃそうなんやけどでもさそれはさ別にパチンコやからさで5万まくるためにってなったらもうそうなるやんなる、まあ、それを失敗したってだけの話やから、うんまあ、よくあるとは思うんだけどでもそれがやっぱりこう乗ってきたっていうのは、うん、俺の誕生日のせいだよね、うんやば赤木さんが悪いみたいになっちゃうからいやだから俺が悪いんだよねまあでも結構遡ると、うん、この4年間、うん、お互い結構誕生日を祝い合ったりとかってしたと思うんですけどそうだねその時って大体負けてるからね嘘呪いの生誕祭とかっていうステッカーあったね何回もあったしそうだわだからそうやめなんか確かにねあるあるだと思うな誕生日パチンコバスするうちに言ったら負けるやつあるある俺祝われてもらってこんなこと言うのもあれやけど、うん、やめんなく祝い合うのまあ前回もかなりやられたんで今回もやられたってことでちょっとやっばいっすね今シーズンやばいえぐいことになってます8000枚とか負けてるんで8500枚とか負けてるんで一番最悪のパターンをやってしまったって感じですねねどっちかなんとかなればね、はい、もう全然戦えんだけどねで俺ももう今日朝一弁出てとか打ってるもダメやったしいろいろ良くなかった、まあ、抽選さえ良ければね北斗も出てるところあったし、うんカラクリサーカスも4以上とか聞いたし
そうね、31になったら今年もダメそうですね僕はね。もうまた来年に期待。でも多分今日が一番悪い日やと思う。これ以上悪い日ないよ。いやいや、よかったね。いやいや、どんどん悪さ、悪いの更新するよ。いや、これ以上はない。俺ないと思う、これ以上は。中銀さん大丈夫よ。もう31歳の悪いですけど全部出したこれ。いや、来年誕生日言ってるよ。今日が一番悪かった日やなって、まあね、来年言ってるよ。はい、まあ、とりあえず言えることとしては、人生最悪の5時起きでしたね。基本早起きって3問の得意って俺言われて生きてきたんやけどね。3問の得意もどころじゃないよね。早起きは17万の損やったな。おあとがよろしいよとか言うし、笑っとる場合じゃないんやけどな。ということで、また来週お会いできればと思います。皆さん、本当に今日はひどい回をお見せしてしまいすいませんでした。また来週お会いしましょう。さよなら、バイバイ。